皆様こんにちは、アンバサダー J です。トルネコの大冒険ですね。続きやっていきましょうか。で、なんか前回の話で余ったお金は広告に使うとかって言ってたから、3785で、これ1210、これ売れたってことか。多分3785って防具とかもね。でこれ多分1215を超えたお金を持ってきてもチャラになっちゃうんだな、多分な。でしかもなんだっけ、この前倉庫がうんたらかんたらとかってなんかあったから、現状その持ち帰った防具とかそういうのをなんか溜め込むこともできないし、結局売っちゃうとかっていう話でしょ。1215取れりゃもうあと死んじゃっても別に構わないっていう感じかな。さあ行きますか。じゃあ前回あれですよね、リレミとね、リレミとレミーだと間違えちゃって、いつの間に撮ってたのか分かんないけどね。あ、なんだ、あ、金縛りの巻物。ちょっとよ、リレミとの呪文なんか初めて出たんじゃないかな。なんか全く気づかなかったな。結構良かったんですよね、ドラゴンシールドとか出て。ここも何もないのか。あれ何もないね。あれそんなに何にもないの。いやマジなんもないね。出る。いや全然落ちてないじゃん。なんかね、でもこれだけでしょ、目玉にそうだけ。いや渋いね。あ、これなんかまだこっちにあんのか。お、ちょっと、あ、ゴースト、いつの間に。ここにあんな、なんか松の杖。おお、ナメクジング。あ、何もないね。いや渋いっすな、ちょっと。お、テルル。うん、これ繋がってるだけだよね。ということは。
多分つながってるだけだろうな。うん、そうだね。いやーちょっといきなり渋いっすね。ていうかこれ毎回レベル1に戻るっていう、そこがまた魅力なんだろうけど、また金縛りだな。聖域の巻物、まあ、ある意味だからこれあのトルネコがレベルアップするんじゃなくて操作してるこのプレイヤーの方がなんかレベルアップするかどうかっていう話なんだろうなこれ。いろいろやり方を覚えて、いやー何も、あ、階段か。いや、ほんとないね。おう、おもんじゃ。おう、強いね。あ、バイキルト。バイキ、おう、バイキルト。バイキルトワールド、武器がないってやつだな。この行き止まりね、武器も盾も出ねえよ。おお、ゴースト、ニューヨークのマロシ。あ、またゴーストだ。やべえな、ちょっと。あ、大丈夫か。レベルアップしたのは幸いしたな、今。ちょっと待って、これであとは向こうか。これなんかでも部屋ありそうな感じですよね。つながってる感じじゃねえな。あ、これつながってるだけか。あ、違うか。あ、違うね。あ、やっと剣出たよ。しかコンボスか。コンボです。あ、これコンボプラス1だな。まあ、とりあえず今回10回まで行ければ多分1215ゴールだったかな。それぐらいたまるでしょう。あ、モモンジャだよ。
目つぶしとなんかいるな。あ、スライムか。あ、力の種ね、これも使えますよ、こんなの。おい、ほんとビクッとすんなこれ。おお、トゥルル。いやー、でもないね。これ来たとこかな。そうだ、もうお腹が減ってきた。 I'm hungry。 やっぱ動かないな。お、盾出てきたよ。おとぎりそう。うわ、鱗の盾か。あ、お、鱗の盾プラス1。鱗の盾はね、なんかあの毒に毒を食らわないとか、なんかそんな感じのことだったような気がすんな。なんか説明書とかね、全くないんでね、あのなんか説明書の説明書というか、なんか基本プレイの仕方みたいな。あれ、これ来たよね、ここやつをちょっと見たんだけど。あ、危ない危ない。おい、あれどこだっけ、階段。あ、向こうか。お、てるる。てる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 。どこしたのね。お、これいっぱいあるね、なんか。メダパニソウ。あ、イオの巻物。栗の杖。あ、インパスできた。インパス、インパス、ルルルルル。ボミオスってなんだっけ。ボミオス、あ、遅くなるか。なんか逃げるときに使えそうだな。銀の矢、ルーラソー。あ、行き止まりか、これ。お、なんだ。
ないじゃん。さあ来ましたよ、これ。おお、ほんと簡単に分裂するなこいつら。おお、また分裂だよ。くそい、あと一撃のところだな。おお、すごいね分裂が。レベル上がんないですか。おお、トゥルルじゃないよ。その辺で、これちょっと逃げの戦法ってのやってみましょうか一回。おお、やべやべやべ。これはもうルーラそうだな。もうこういう風になってくるんだよね。最大、おお、なんだよ。え、どここれ。ちょっと待ってよ。金縛りの巻物ってなんだっけ。これ、あ、でもこれやるぐらいだったらあれか。まあ、これ使ってみようか。おお、なんだね、この野郎。なんで、ちょっと待ってよこれ。そこら中になんかマナがあるなこれ。ちょっと待ってこれやばいね結構。正規の巻物使っちゃうか。ああ、やべやべ、死んじゃった。そっかそっか、ちょっと待って。あ、そっか、あれ正規の巻物ってなんだっけ、矢はダメなのか。多分そうでしょうね。正義の巻物って単に近接攻撃だけってことかな。いやー、奥深いねこれ。まあ今回もあれだな、またスモールグールだな。あいつらどんだけ 分裂すんだよって感じで。そうですよね、 分裂して、で逃げて HP 稼ごうかと思ったら反対側からあれなんだっけ、なんか来たんだよな。インパスね。いや、しかしあそこまでなんかルーラーで飛んだ先にも初めいなかったのにどんどんモンスターが集まってくるなんてできすぎだろって感じだな。しかもなんか逃げられないゴースト付きでね、ゴーストとあと遠隔攻撃のやつまで来ちゃって、そんなに都合よく来るわけねえやって感じだな。
あ、ダメか、起きちゃった。てれれ。あ、行き止まり、行き止まりだね。あ、ちょっと待って、俺なんか音切りそう持ってたような気がするな、さっき。そうだよね、なんで回復しなかったんだって話だよな。もうなんかこれダメだな、焦っちゃうと。なんかすべての道具をやっぱり覚えてないとダメだろうな、これ。そうだな、さっきオトギースなんか持ってた気がするな、さっき。起きちゃった。てれれ。いやー、で今回も今回も拾いませんね、なんか落ちてませんね、武器も防具も。あ、これ何？あ、音切りそうね。なんかいるな。あ、魔導士か。おい、モモンじゃ。おお、ゴーシング。メタパニそうか。おい。ほんとなんか敵多いな。おい、しかもなんかちょっと危ねえなこれ。ああいうところでね、あの下手にあと一撃で倒せると思ってねやるとテレレって外すんですよね、今大体テレレって外すようにできてるからね。あ、これ全部あそこ見たく見てねえのか。いや本当に武器も防具も出てこないな。てれる。下に全部見たよね。あ、剣がある。ドラゴンキラー、イエスイエス。
ドラゴンキラーです。お、ドラゴンキラープラス1。お、かっけえなこれ。腐った版か。なんか毒消し草でも見つけたら食っちゃうか。48ね。これ食っちゃっていいな、48だから。うん、そうだね、50だもんね。水の指輪、インパス持ってたっけ。あ、インパス持ってない。あ、インパス持ってるな。綺麗な指輪か。おい、またパンがあるな。あ、これ大きいパンだ。いやーちょっと待って、パンがいっぱいだなこれ。あ、毒消そう。キラープラス1だよ。でもこれ持って帰ってもまだ保管はできないからな。千里眼、あ、これ行ってもどうせ何もねえんだよ。あれ、ちょっと待って、これ終わりじゃん、もうこれ。あ、なんもないのか。いや、なんかすげえ狭いな、こう。お、火炎草、心強いね。薬草ね。あと盾だよな、盾が来れば。音切りさ、今回回復豊富だな。また薬草、なんだこれ。盾が欲しい。おい、ちょっと待って、これ逆から行かないとダメか。レベル3だもんな、まだダメだな。おい、ちょっと待って、やっぱ盾欲しいねこれね。消しそう。おお、ちょっと待って、あ、3だから関係ねえ、つけてないからね、あの盾をね。これ多分盾をサビさせるとかってやつでしょ。さーて、じゃあこっちかな。
あれちょっと待って、階段ってまだ見つけてねえのか。わあ、出た出た。今回はちょっと大量にあるからね。おお、後ろが来た。こういうことあるんだよねこれね。また来てんの。いやー、お化けキノコ。おい、てるる。55だから、これ50切っちゃったら、あの腐ったパン食っちゃいましょうか。で、あのあれ直して、毒ケースそれ直して、インパス、あ、インパスなんかあったっけ。とりあえずないか。あ、またいるよこいつ。でしかも特に何もないっていうね。いや、来たな、これちょっと倒しちゃうか。で、49だから、ここで腐ったパンを食っちゃって。で、毒ケースを飲むと。よし、これでいきましょう。いや、いきなりですよ。こんにゃろめ。まあ一応毒ケースもう一個持ってるけどね。おい、なんもないね。さあ、鋼の杖、さっきインパス取りましたからね。あ、封、あれなんだっけ、あ、封印の杖ってあれだっけ、あの特殊攻撃を封印するとかそんな感じだったっけか。ん、ちょっと待って。おい、テレルじゃないよお前。もうそこ当ててくれよ。せっかく吹いついたんだからさ。目つぶしそう。お、聖域の巻物。まあ勝ったなこれで。さあ、なんか、あー来たね、ゴースティング。千里眼か。待てよ。ここなんかありますね。目薬そうか。
これ目薬草ってまだいまいちよくわかんないんだよな。目が良くなるぞ。目が良くなるってなんかあんのかな。あ、これ繋がったね。目が良くなるってなんだ、なんか罠が見つけやすくなるとかそういう話か。でも罠見つけるのはなんだっけ、レミーラかなんか。あ、また来たなこの野郎。このリリパッドがあの攻撃受ける瞬間にあの目ん玉飛び出すような感じのあれがあのスーパーハミスターのエラーした選手がエラーした時のあの顔にそっくりなんだろう。なんかさあ、あと盾です、盾が欲しいっす。ああ、なんもないね。おい、来たよ。さあ、降りましょう。地下6階。いきなり敵いるよ、これ。ああ、こいつか。あ、今分裂したな。お、なんか落とした。シャナか、あ、これ呪いか。呪い解除なんすよ。さあ、ちょっとレベルも上げないとね。これぐらい攻撃力あるとあのスモールグルもあの分裂にも結構対処できそうですね。さすがドラゴンキラー。ああ、もう何いっぱいかよ。メダパニソウはでもそんないらないでしょ。正規の負けの、これはちょっと。もうメダパニソウこんないらねえよな。お、なんか敵が来た。盾が出ねえんだよな。これ盾出ねえとあのキメラとか出てきた時すげえダメージ食らうんだよ。これはコンボか。コンボいらねえな。もうコンボです、コンボです。ああ、またパンダ。いや、ちょっと待って、これすげえぞ今回偏りが。こんなにパンいらねえよな。あ、やばい、間違えちゃった。あ、そっか、こいつこっち来るんだ。なんで決まりか。いや、ちょっとこれ変わったダンジョンだね、またね。
さてちょっと欲しいな。今回もだからパンがいっぱいあるから、なんか鋼の盾とか出ちゃっても別に構わねえんだよな。あ、出ました出ました。あ、鱗か。いや、どうしましょうこれ。薬草、なんかこれ薬草飲むとあれかな、腹減りとか40か満腹。これどうなんだろう。あ、これ最大 HP 上がるんじゃんこれ。あ、しかも満腹でも上がるよ少し。おお、鱗の盾プラス3じゃないこれ。出たよこれ。あ、でこれもう下つながってるだけだなこれ。そうだよね。ということはもう知っちゃっていいってことだな。おお、なんか剣あるけど、あ、金の剣か。金の剣はそんなに強くないんですよね。なんか高いらしいんだけど。売るとなんか値段は高いらしいんだけど、そんなに強くないんだよな。どうの、あ、いやいやいや、もう一回よ。はいはいゼロになったよ。もう一回出直しなって。今ね、あの矢でね攻撃してやろうと思ったらね、もうなんか向こうから近づいてきてたっていうねいきなり接近戦になっちゃったってやつ。あ、これ行き止まりか。あいつは絶対倒すぞ。戦利眼持ってんのか。あ、これ2つ持ってんもんな。これちょっと使っちゃっていいでしょ。もういや渋いね。踊る宝石はどこにいんだ。あ、そか、これこいつ斜め打ちできんだよな。これなんかあいつミスると落としてくれるんだね。これメダパニスはいらない。あ、いたいたいた、いるやないかい。よし、うん、取り返しましたね。で、これが鱗の盾と鱗ばっかりだね。行き止まりか。鱗の盾も錆びんのかな。おい、ちょっと待てよ。
鱗だから錆びようがねえような気がするけどな。鱗の盾で錆びんのかな。18% ね。あれどこだ、あ、間違っちゃった。こっちじゃねえよ。これ棍棒だっけ。あ、金の剣か。まあいらねえな。あ、また来たよ。おお、なんかいきなりあるよ。おお、はぐれメタルの盾、はぐれメタルの盾。いやいや、ちょっと待って、お前邪魔すんなよ、せっかくの。いやいやいや、ちょっと待ってよ、なんかいろいろ来てるよこれ。ちょっと一旦退避か、これ。いや、これちょっとあれだな、一回倒さないと。よし、いや来たねこれ。あ、でもこれ持って帰ってもダメなんだよな、これ確かな。目薬そうか。あ、笑い袋いるじゃん。よし、495。あ、ちょっとミイラ男だ。よしよし、ミイラ男が現れた。ティリリリリリリリテンデテンデテンデ、なんかそんな感じだったな今。いやー、もうちょっと待って、来たよこれ。こいつ、ちょっと待って、バシルーラでこのモンスターハウスの中に落とされるってことはねえだろうな。封印の杖使っちまった方がいいのかな。なんか使っちゃった方がいいでしょ。こいつでもなんか攻撃力何に強いの。こいつ本当に分岐力強いね。ちょっと危ねえなこれ。
インパス。あ、まだいるじゃんこれ。おお、なんかすげえいっぱいやこれ。ちょっと待って、これ罠がいっぱいあるんでしょ。 でこれで振っていけば大丈夫だったんですよな。メタパニスはいらないね。あ、あるね。あぶねあぶね。ちょっと待って、 11% か満腹度。あ、そっか、音切りさとか食ったから満腹度上がってんのか。まあ食っちゃうか。インパス。なんか、あ、リレミト、これ取るでしょ。こっちはこれインパスね。うん、インパス、インパス、インパスいっぱい出てんなこれ。リレミトはもう最優先ですよ。前回失敗しましたからね。あ、地獄耳。大きいパンいっぱいあるな本当に。あ、ちょっと待った。待って。千里眼とか見つかった。あ、千里眼使えねえか。これなんだっけ。あ、インパスか。あ、バイキルト。うん、あるねやっぱりね。待って。8階か。聖域の巻物あるし、あ、そっか、鱗の盾プラス3ってこれ、まあ、いらねえのかな。いらなくはねえけど。熱物質っていらないよね。ああ、なんか来たぜまた。
またいますねこれ。ここ繋がってるだけかな多分。繋がってるだけですねこれ。おお、テレル。なんもねえか。これなんかこの通路、あ、なんか来てるな。下行っちゃっていいでしょ。おい、いきなりかよお前。てれれ。おい、お、しかもこいつ来たよ。どこ、これ。あ、こっちか。まあもういざとなったらリレミトで逃げちゃえばいいからね。2900、あ、ちまった。めんどくせえなこいつ。あ、まあ、はいはい。いや、やってくれるぜセニョリータ。あ、鉄なのか。なんか欲しいね。おう、そういえば指輪がまだ取ってないよね。あるね。レミーラ、インパス、木の矢、いやー、ちょっと待って、いきなりかよお前。
こいつさっき盗んだやつじゃない？あ、違った。あ、違ったよ。これがじゃあそうか。あ、ワープしやがったよ、こんにゃろ。あ、いた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 。あれ、これこっち行ってもしょう、あ、いいのか。レミーラインパス。おい、いきなりますね。トゥルフルじゃないって。飛ばされたよ、うん、こっちか。あれ、いなくなっちゃった。これ全部いったよね。あ、そっか、笑い袋いた、こんにゃろ。よしよし、取り返したぜ。さあ、ここ鉄の金庫ですよ、これ。あ、でももうこれ多分やられても目標達成しそうだな。あ、スモールグルか。ルーラソーね、ルーラソー欲しいな。ちょっと43か。あ、金庫ありますね。しかもまたなんか、パンがすげえ。あ、腐ったパンか。腐ったパンを 今いらねえな、さすがに。今朝飲んじゃうか。あ、そっか、ドッケするんだったら腐ったパン飲んでやっちゃえばよかったな。それからドッケその飲みがあったな。まあいいか、パンいっぱい持ってるしね。あー、鬼面同士か。いやー、飛ばされたよ。あー、こっちか。
メダパニソンいらないね。落とし穴だよ。よかった、金庫取っといてからで。もうこういうことあんだな。金庫取らずに終わっちゃうこともあるんですよ、今だから。ダイヤの指輪高そう。ちょっと待って、これどうします。罠抜け目、これはいいでしょ。また腐った番だよ。あ、ミイラ男だな。さて、ここちょっと集まってきそうだね。鋼鉄の盾か。まあいらねっちゃいらねえよな。スモールグルか。あ、これさまよう鎧じゃない、これ。落とした。金縛りの巻物か。19、薬草はもう1個持ってるからね。まあとりあえず、あれどこだ、これ間違ってんだ。あそこ繋がってるだけだからいいや。次の回行きましょうか。
次行ってみよう。おー、ちょっと待って、いきなり来たよ。なんかこれ挟まれ、上にもいるな。やべ、間違えちゃった。綺麗な、あ、綺麗な指輪か。綺麗な指輪、もうでもこれじゃいらないや。あ、イオンの巻物か。いや、なんかいるぞ。あ、バイキルト。いや、もうこの使っちゃうよ、こんなの。ドラゴンキラープラスタン。行き止まりだね。おー、鬼面当時。面倒じゃない、使うのもったいないかな。あー、ちょっと待ってよ。腐った人いるね。立った死体はね、外すとこいつ結局攻撃しないんですよね。なんだっけ、錆びさせる変な、なんか腐った液をかけるとか、なんかそれ以外しないから、外しちゃえば多分いいんでしょうね、これ。これ一応見たんじゃない、大体。ちょっと待って、向こう一応見てみっか。どうせパンとかいっぱいあるしね。あ、こっちか。これ多分詰まってるだけだ。うん、そうだね。あと下か。あ、
なんかあるかなこれ。あ、ないね。裏から立つとかいらねえんじゃないかなこれ。さすがにもう。あれなんだ、なんか間違えた。鉄のものもいらねえっちゃいらねえんだよな。あれ今俺を、うん、これでいいんだよね。おお、ちょっと待って、並びが変わってんなこれ。あ、なんかここあんじゃん。ちょっと待って、この腐った駅だっけこれ。お、ちょっと待って、あれこいつ、こんなやついたっけここ。なんかベビーサタンがいたような気がしたけど。あ、こっちか、ワイスなのかそこ。うん、とりあえずね、今回ここで一回終了しましょうか。まだちょっと先進めそうな感じするんでね。ここでちょっと、中断、あ、やべやべ。ちょっとこれだけ倒しちゃいますね。中断できるよね、これね。うん、中断。うん、とりあえず今回、ここで終了します。うん、結構長い時間やっちゃったんでね。一旦これ中断して、また続きで、次、次回続きで、こっからやりたいと思います。まあこれ帰っちゃってもいいんだけどね、もうね、これ5980ゴールドも溜まってるからね。まあちょっともう少し先進んでみたいと思うんで。じゃあそれじゃあ皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。